魔女にも大変興味があるということで、今回この東京会場のオフィシャルアンバサダーに任命されたということなんですけれども、あの上坂さんにとって魔女というのはどのようなイメージで、はい、いかがでしょうか。私はあの声優をやっていて、で声優になる前からアニメとか漫画とかそういうのが好きだったんですけれども、やっぱりそういうもうすでに定番となってファンタジーの、まあ、どっちかっていうと女の子は憧れの存在として、日本の女の子は魔女のことを考えていると思いますし、私もその一部だったんですね。だからそして今ちょうどテレビアニメ、あのコンクリートレボルティオ超人幻想っていう作品で魔女っ子の役をやっていまして、あの日本の魔女っ子の典型的な可愛さとか不思議さとか、あとちょっとなんか日本の魔女っ子ってちょっとドジっ子が多い気がするんですけど、そんな要素もあったりして、あの非常に私の中ではそういうキュートな要素が強いですね。拷問器具なんかもなかなか見る機会がなかったので、あの車輪の拷問器具とかがあるんですけど、あのその車輪の真ん中にドクロマークが書いてあって、こんなものが本当にあったのかって改めてなんかイメージよりも、自分の中のイメージよりくっきりそういう魔女裁判とは何かっていうのが雄弁に語られているような感じがしました。昔はよく思ってました。でも大人になったら拷問にかけるのにもお金がいるなって思うようになりました。そうです、いやどれも結構ヒートな感じですけど、やっぱりあの梨の形の口の中に詰めるものは反論もできないし口は痛いし、あんなしかも持ち歩きサイズで危険だな、ポータブルだからないつでもできるっていうのがなかなか恐ろしいなって思いました。私にとっては魔女はなりたいっていうか遠いけど憧れる存在っていうか、火で炙られて罪を浄化してやるって言われるので、ちょっと本当になったらこう告発されますけど、でもこう幼い頃から慣れ親しんできた日本人の思うこう洋風魔女っていうのは、やっぱりこうファンタジーだからこそ女の子の憧れが詰まっていると思いますし、またそれはこの魔女展に出てくる魔女とは別の憧れの対象かなと思います。